X133 ソードカラミティは X131 カラミティの開発過程で建造された派生機である。両脚部にアーマーシュナイダーを、両腕部にパンツァーアイゼン、両肩にビームブーメランマイダスメッサーを装備。さらに長射程ビーム砲シュラークを対艦砲シュベルトゲベールに換装し、二刀流の戦術を展開。その戦闘力は高く、試験投入されたビクトリア基地奪還作戦では2機の陣を瞬時に撃破したという驚異の戦果を上げている。今回はソードカラミティを使ってガンプラをよりきれいに、よりリアルに仕上げる方法を紹介しよう。ソードカラミティは発売中の HG カラミティガンダムのキットと月刊ホビージャパン2004年10月号特別付録教材ソードカラミティ改造キットを組み合わせて使う。キットの内容をつかんで、この後どんな作業が必要になるのか、それを考えるためには一度そのまま組んでみるのが一番わかりやすい。そこでまず素組みをしてみよう。そこで気づいたポイントはここ。ポイント1、パーティングラインやパーツの合わせ目を消す。ポイント2、肉抜き穴を埋める。ポイント3、細いところをシャープに仕上げる。ポイント4、パーツ単位で加工塗装をし、最後に組み立てができるよう後はめ加工をする。もちろん塗装は設定通りの塗り分けをし、さらに立体感を高める演出をしよう。まずは部品の切り離しや組み立ての注意点を紹介していこう。パーツのついた枠がランナー、パーツはゲートと呼ばれる細い部分でつながっている。このゲートをニッパーを使って切っていく。はじめはパーツを傷つけないように、パーツにゲートが少し残るくらいで切るのが安全だ。パーツを切り離したら再びニッパーで残ったゲートを切る。ニッパーの刃がパーツに軽く触れるくらいのところで切るときれいに仕上がる。パーツをはめ込むときに注意したいのがはめ込みの硬さ。一旦はめ込んでしまうときつくて取り外せない場合もある。そこできつそうな部分は少し緩く加工しておこう。取り付け軸を短く切ったり、軸の一部を削っておくとこのように外れやすくなる。頭部は目から顎の顔パーツを前後の頭部パーツに挟み込む形だが、組み込んでからでは目の部分などが塗りにくい。そこで頭部全体と顔パーツをそれぞれ塗ってから取り付けられるように加工する後はめ加工をしておこう。後はめ加工は本来の組み立て方ではないので、どこをどう加工すればいいかはパーツを見ながら自分で考えよう。ここでは黒く塗った部分を削ることで、頭部の前後パーツをはめ合わせた状態でも顔パーツを下からはめ込むことができるように加工する。こうした奥に入った部分の切削にはナイフや小型ののみを使うといい。削りすぎないようにパーツを取り付けて確認しながら慎重に削っていこう。こうすることで頭部の前後パーツを合わせた状態で顔パーツを下から入れて取り付けられるようになった。これでそれぞれを塗装後に組み立てることができる。こちらは
すねとそこに挟み込まれたアーマーパーツ。これも隙間の塗装やパーツの合わせ目を消しやすいように後はめ加工をしてみる。ここではアーマーの取り付け軸を板状に削り、すねの軸受けにそれが入る溝をつけることにする。ここでもナイフやノミなどを使って加工する。取り付けたアーマーが抜けないように溝と軸側の向きを考えておくのがポイントだ。取り付けるときに少しアーマーを曲げるような位置から入れるようにして、取り付けた後に外れにくい構造にしている。金型の合わせ目の跡がパーツ表面に残るのがパーティングライン。パーツの縁についている場合が多いが、このように部品の表面に出ている場合もある。これを消してパーツの表面をきれいに仕上げよう。パーティングラインを消すために紙やすりでその面を平滑に削ろう。使うのは紙やすりの中でも水をつけても使える耐水ペーパーだ。使う番手は段差が大きくなければ600番くらいがいいだろう。段差が大きな場合はより目の粗い紙やすりを使う。水をつけながら削ると余計な傷がつきにくく、紙やすりも長持ちする。手軽に削るにはナイフの刃を立ててカンナ削りする方法もある。平らな面のほか細かい部分を削るのに便利だ。パーティングラインが消えたら細かな傷を消すためにさらに細かい1000番の紙やすりをかける。こまめに水を拭き取りながら所々仕上がりを確認しよう。このプラモデルは本来は接着せずに組み立てることができるのだが、仮組みしたところを確実に取り付けるため、また合わせ目の目立つパーツの表面を整えて仕上げるために接着をしよう。接着に使うのはプラモデル用のセメント、プラスチックを溶かしてくっつける。この時の溶け出しを利用して合わせ目の隙間を埋めるのだ。まずは接着面にセメントを塗る。そのまま接着面が少し柔らかくなるまで 1,2 分待つ。次にパーツを貼り合わせる。強く押し付けて合わせ目に沿ってむにゅっとはみ出しが出るようにする。このはみ出しはプラの樹脂と接着剤が合わさったもの。このはみ出しは柔らかいので固まるまで 2,3 日待とう。時間がかかるがここは気長に。しっかり乾燥させてはみ出しが固く固まったら、これをヤスリで削って滑らかに仕上げる。ここからの手順はパーティングライン消しと同じだ。これで2つのパーツが1つに見えるようになった。ノズルなどくぼみの中にできる消しにくい合わせ目にはのみを使うといい。パーティングラインの時にナイフで削ったのと同じ要領だ。仕上げにはプラ棒の先を鋭角に加工し、そこに紙やすりを両面テープで貼ったものを使うといい。厚みのあるパーツは成形の都合で裏面が肉抜きされている場合がある。これが完成後に見えるのはちょっとがっかり。そこでこれをエポキシパテで埋めて綺麗に仕上げる方法を紹介しよう。エポキシパテは2つの樹脂を同じ量だけ混ぜ合わせて使用する。手がかぶれる場合もあるので混ぜるときには手袋を使おう。少し水をつけると手袋にくっつきにくくなる。色が均一になるまでよく混ぜ合わせよう。
練ったパテはくっつかないようパレットに置いておく。パレットは厚紙にガムテープを貼っただけのもので十分だ。小さく使う場合は細く伸ばしておくと扱いやすい。パテを盛るときはパーツとパテの間に隙間ができないように注意する。ヘラには水をつけた爪楊枝を使うと作業しやすい。パテは硬化する間に体積が少し減るのではみ出すくらいに盛っておこう。盛り付けたら硬化を待つ。パテが完全に硬化したらはみ出しを削る。硬化時間は商品によってまちまちなのでパッケージの注意を参考に。まずははみ出したパテをナイフで粗く削り、次に金ヤスリや粗めの紙ヤスリで成形する。周囲の形状に合わせるが余分に削りすぎないように注意しよう。同様にパンツァーアイゼン、シュベルトゲベール基部の裏も同じようにエポキシパテで埋め仕上げている。先の尖った形状のパーツは安全のためやや太めに作られていたり、フラッグと呼ばれる余白がついている場合がある。こうした部分をよりシャープに削って仕上げてみよう。フラッグがついている部分はその部分をニッパーで切って、切り口を紙ヤスリで仕上げるだけでも十分きれいに仕上がる。鋭さのないアーマーシュナイダー、これをシャープに削るにはまず金ヤスリで面を出して外周の形を出し、その後縁が薄くなるように削っていく。先に加工したフラッグ付きのアーマーシュナイダーを参考に削っていこう。金ヤスリを使った後は細かな傷ができるので、これを紙ヤスリで消していく。エッジやシャープさを消さないようパーツとヤスリの当たる角度に気をつける。アンテナを細くする作業も基本的には同じ要領だ。細い先端を折ったり削りすぎたりしないように力加減に注意しながらヤスリをかけていく。一つの部品で塗り分けがある場合、パーツの凹凸に合わせて塗り分けることが多い。こうした部分は塗り分け線に沿って細い溝状に加工しておくと塗り分けがしやすくなる。塗り分けとなる段差をニードルでなぞり毛がいていく。ずれたりはみ出したりしないようにパーツの形状に沿わせるのがポイントだ。毛がいた後にさらにナイフの刃を立てて溝を V 字に広げていく。これで溝が広がり別パーツのように見えてくる。掘った溝を最後に紙ヤスリで仕上げる。紙ヤスリの縁を使い削りカスや細かな凹凸を取り除いていく。
加工が終わったパーツには最後の仕上げとしてサーフェイサーを吹く。これによりパーツ表面の細かな傷を埋める効果がある。また成型色の異なるパーツの色を揃えたり、塗料の食いつきを良くする下地塗装としての効果もある。今回は缶スプレータイプの GSI クレオスのミスターサーフェイサー1200を使う。サーフェイサーを吹いたり塗装する際には環境を考えて塗装ブースをセットするのが望ましい。サーフェイサーの缶をよく振り、吹き始めはパーツにかからないところから始める。はじめはパーツとの距離を離して薄く乗るように吹く。一度に厚く吹かないように注意しよう。次にやや近づけて全体を塗装。凹凸の部分もしっかり塗れるようにパーツの向きや吹く方向も変えていく。グレーになると表面の傷が見つけやすくなる。もし傷があったらヤスリで削るなどして平らにし、その後またサーフェイサーを吹いて確認しよう。全パーツにサーフェイサー吹きが終わったら工作段階は終了。シャープな形状に仕上がった。全体の塗装はエアブラシを使って塗ってみよう。エアブラシは様々な色でスプレー塗装ができ、吹き幅や濃さを変えることで広い面から狭い部分までいろいろな塗り方ができる。このエアブラシにエアを送るためのコンプレッサー、エア圧を調整するレギュレーター、エアの水分を取り除く水抜きを取り付ける。またエアブラシを置いておくハンガーも用意しよう。今回使うエアブラシは最も一般的なダブルアクションタイプ。ボタンを押してエア圧を調整し、ボタンを引いて塗料の出方を変える。後ろのダイヤルはボタンを引く量を決めるストッパー。これを回してどれだけボタンを引けるかを調整する。ボタンを引く量はニードルカイドともいう。エアブラシの塗装に使う塗料は適度な濃度に調整するのが重要。今回使うガンダムカラーでは塗料1に対してミスターカラー薄め液1が目安になる。瓶から別の容器に移して薄めると調整がしやすい。うがいはエアをカップ内に逆流させて泡立てる方法。洗浄のほかカップ内の塗料の攪拌にも使うテクニックだ。エアを強く出すと塗料が跳ねるので、泡の出方を見てボタンの押し加減を調整する。機体色を塗る前に必要になるのが下地塗装。赤や黄色など鮮やかな色を塗る場合は色が透けやすく、サーフェイサーのグレーの上にそのまま塗ってはくすんだ色になってしまう。そこで一旦ホワイトを塗ってから、その後に基底色を塗り重ねる。ブラックやグレーなどの透けにくい色の場所では下地塗装は必要ない。ホワイトも一度に厚く吹かずに少しずつ全体に薄く色がついたら、乾燥を待って数回に分けて塗るようにする。くぼんだところなどに塗り残しがないか注意しよう。それでは機体色の塗装だ。まずはレッドを塗ってみよう。
この部品では表面の凹凸があるので、初めは細拭きにしてくぼみやパーツの縁を塗っていこう。同じところに塗料を拭きすぎると塗料が溜まって流れやすいので、エアブラシは常に移動させながら拭く。色が全体に薄く塗ったところでやめ、一旦乾燥させる。部品で色の塗り分けが必要な部分は、先に塗った部分をマスキングして塗り重ねていく。重ね塗りはつけやすい色から塗っていくのが基本。そこで初めにイエローで塗っておく。マスキングにはマスキングテープを使う。テープはそのまま使うのではなく、一旦カッティングマットに貼り、ナイフで細く切っておく。こうすると細かな部分にも貼り込みやすい。細かく切ったマスキングテープをピンセットで取り、塗り分けの筋彫りに沿って貼っていく。テープの縁を切るときはナイフを筋彫りに沿って当てながら切る。テープの縁や重なる部分はテープが浮いて隙間ができないように、爪楊枝などで密着させる。マスキングが済んだら次の色、レッドを塗り重ねる。塗料が乾燥したらマスキングテープを剥がしていく。塗膜を傷つけないようピンセットで慎重に作業しよう。次にグレー、シルバーの部分でも同じようにマスキングと塗装を繰り返し、このように塗り分けていく。エアブラシでの塗装では色をぼかして塗り、グラデーションをつけることができる。シュベルトゲベールの発光部分が光っているのを再現するのにこのテクニックを使ってみよう。まずは発光部分を残してマスキングし、下地にホワイトを塗っておく。次に発光部分の根元や先端など部分的にグリーンを細拭きして塗っていく。パーツ全面を塗りつぶしてしまわないよう注意しよう。グリーンを塗りすぎた場合は
ホワイトを細拭きしてグラデーションになる範囲や色の濃度を整えていく。これで2色のグラデーションで光り輝くシュベルト・ゲベールを再現できた。グラデーションを生かした塗装でよく行われるのがシャドウ入れ。くぼみや筋彫り、エッジ周辺に影をつけるように塗装し、立体感を高めるテクニックだ。グレーを細く薄拭きし、このシャドウ入れを行ってみよう。この場合の塗料の濃度は塗料1に対して薄め液4、エアーズ 0.055 メガパスカル、ニードル解度20度で行っている。シャドウ入れの細拭きではパーツとの距離やエアブラシを動かす速さが大切。パーツのエッジや筋彫りに沿って細拭きをしていく。色がわずかに乗る程度で影のつき方を確認しながら進めていこう。塗り分けはエアブラシよりも筆塗りの方が楽にできる。ここでは目のグリーンを筆塗りしてみよう。筆は細かな部分を塗るための面相筆を使う。筆塗りの場合は塗料皿に塗料を出して濃度を調整する。少しずつ薄め液を加えて試し塗りし、筆がスムーズに運べるようにする。よく練習したところで実際に塗ってみる。筆先がぶれないように慎重に息を整え、手首を固定して塗るといい。この部分では目の周囲を後で墨入れするので、多少ははみ出しても大丈夫だ。ノズル内などの奥まったところを黒く塗るにはエナメル塗料を使うといい。筆塗りでもムラになりにくく、ラッカー系の塗料の上に塗っても拭き取りができるので多少のはみ出しは修正できる。筆塗りでは縁に沿って塗ってから中心を塗っていくのが基本。はみ出しができた時には薄め液を染み込ませた面相筆で拭き取ればいい。これで奥まった部分もきれいに塗り分けられた。ここでは手軽なガンダムマーカー墨入れ筆ペンを使ってみよう。墨入れは筋彫りやくぼみに塗料を塗って拭き取ることで塗料を残すテクニック。これにより形状を強調し、より立体的に見せることができる。墨入れは後で拭き取るといっても余分なところにはつけないようくぼみに沿って塗っていく。塗り終えたら綿棒を使い拭き取っていく。あまり強くこすって落としすぎないように注意しよう。したパーツを墨入れ前と比較してみる。より形が分かりやすくなっているのが分かるだろう。これでパーツ工作と塗装が終了した。
あとは各パーツをはめ合わせて完成だ。工作から塗装まで、さまざまなテクニックを施して作られたソードカラミティ。君もチャレンジしてみよう。